42人目のガマ、41人目のガマ、42人目のガマ、43人目のガマ、チャンネル登録ありがとうございました。みんなこれちょっと見てくんねえかな。40度になってんだよな。やっべえぞ。こんな中できんかな。それはそうと、前回のパパスさんたちには違反がありました。県またぎ、不要不急の外出などを踏まえまして、前回のヤブヤンマ、マルタンヤンマのカウントはなしといたします。そんなのねえや。せっかく撮ったのにや。まあ今日また始まりました。ぐたぐた始まりました。ですね、今日またヤンマ撮りです。今回はちょっとね、今暑すぎちゃって外出ちゃうともうね、ちょっと燃えちゃいそうなんで、ちょっと今待機してんですけど、今日は青山ブンブンの場所にとりあえず来ています。それではパパスと一緒壮大で行きましょう。青山と根垢吉山をとりあえず探して、でマルタン、そしてカトリアンマもいるそうです。もう最大の東京都が誇る、今都知事からありましたけども、東京都が誇る最大の最強の湿地にこれから舞い降ります。それではスタート。おひゃー、都知事さんすんげーの隠してたな。これ東京都なんか、もう入った瞬間にこれだかんな。期待できそうだ。もう超トンボがマックスいますね。さあ息子バーサス超トンボ。で今回ね、ちょっとね、広すぎちゃうんで、ちょっと行くとこ決めないと、もうデータ取ってあるんで、そっち行かないと、せっかく いるのに時間切れっていう風になるんで、めちゃくちゃ広いんで、すげえ隠し玉持ってたな東京都。さあとりあえず今ここはまだそこじゃないんですが、ここもすごいですね。もう賭博地の賭博地ですけど、もうすでにブンブンで、あれ、何あれ、ヤンマがいます。多分ウッチーですね。ウッチーが逆さに止まってます。いやー期待できますね、パパス。でここいいのは取り放題です。普通に網装備していいんで、他のところはそういうとこあんまないんですよ。ここはもう堂々といいんで、行きます、網装備。じゃあまず最初、ウッチーか台湾ウッチー行ってみましょう。一発目、ウッチーですね。はい、手持ちかも。まずウッチーですね。すごい、でもちょっと小ぶりですね。ちっちゃくて、なんかここ白いです。暑くて42度ぐらい。やばいですね。ちょっと違う、いつもと違う東京のウッチー。あれも東京です。小ぶりだな、随分。はい。息子も狙ってます。ウッチーがまずすごいんでね。上から、ウッチー。上からウッチーです。人差し指の、パパスの人差し指の長さと同じぐらいですね。あんまこの持ち方嫌いなんですよ。はい、それでは、ちょっと白が入ってて珍しかったうちはヤンマ逃がします。尺取れないんでね。それではお別れの時です。うちでなし、あおい、あ、止まった。行きました、ありがとう。釣り祭り、お祭りじゃい。息子行きました。蝶々です今度は。おー、スイー俺たち、尺がね、ちょっと行きます。珍しい。カモン、手持ち、観察、
カモン。はい、オレンジ色の、前回ね、カズヤさんじゃなくてトンボ大好きくんさんが教えてくれたカバタテハじゃないと思いますけど、ちょっとわかんないんですけど、シイタテハか。めちゃくちゃ綺麗だな、これは。暑いんでね、ちょっとすごい暑いんで、すぐリリースしたいと思います。息子やりました。パパス1、息子1。それでは、逃がします。リリース。熱い。死んじゃう。蓋開けてください。おー、元気だね。暑いからね、すぐ行ってしまうんでね。パパスも、蝶々も。はい、行きました。ありがとう。次。どんどん行きましょう。はい、暑すぎて一旦休憩入ります。すいません。いただきます。休憩終わりました。休憩終わりました、ですね、今休憩してる時も、足元にブンブンだったんですよね、ヤンマが。で、こちらすごいのは、冒頭でも言ったかもしれないですけど、川があって、でかい川があって、池が何個もあって、湿地も何個もあるっていう場所なんですが、いましたね。それでは息子先頭カモン。オニヤンマを取った息子は次なる敵、うちはヤンマとの戦いだ。止まってます。いけるか息子。結構難しいよ。ウッチーは、頭脳派ウッチー。ほらね。惜しい。 It's forever. 息子がとった。お、薄履きエクササイズ。おめでとう。薄履きです。とりあえず、手持ちかも。薄履きですが、薄履きだよな。赤いな。赤い。薄履き。一応、上からカモン。この持ち方嫌いなんだけど、赤いですね。赤い。薄履きも赤くなるのかな。薄履きだと思います。はい、リリース。はい、来ました。ありがとう。ですね、ここはね、もしかしたら小山トンボとか大山トンボみたいなのも今いましたね。まだね、全然目的地ついてません。それでは行きます。やりました。こちらですね、この間ヤブの中で撮ったやつを今度は池か川かどっちかで撮りました。小山さんだといいですね。手持ちかも。この間とメタリックの感じが違います。この辺見るらしいんですよね。この辺の模様が違うって。小山だといいんですけどね。わあ、迫力あんな。大好きなやつですね、パパス。これも、このメタリックのとこ、これちょっと緑じゃないんですよね。ダークムーングリーン。すげえ綺麗。はい、ちょっと上からカモンしてみましょう。はい、すごいパワー。もうなんか心臓の鼓動を感じるっていう。危ない危ない。これね、逃がしちゃうんですよね、弱く持ちすぎちゃって。なんか怖いんですよ、この持ち方。赤いを持つような。危ない。逃げ。うわ、怖い。うわー、すごいな。それではちょっと観察道具も行きますか。観察道具カモン。はい、ありがとう。しょうちゃんもね、えちょっと難しいんですよね、見分け方が。ちょっと後で勝ち虫さん見ます。トンボ大好きくんに聞きます。カズヤくんに聞きま、カズヤさん、カズヤくん、すいません。カズヤくんっていう人いるんで、実際に。カズヤさんに聞くか、皆さんに聞くようにします。まあでも、小山かな？小山トンボかな？それでは息子、初めての、大山さんか小山さん、手持ちかも。こっち見して。おー、うまくなってる。はい。おー、目が、複眼が綺麗ですね。はい。
ブレブレバージョン。うん、ブレ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 バージョン。遊ぶなよ。ブレブレネットに取れないんだからさ。ブレブレ返せよ、返せ返せ返せ。危ない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 、切れちゃう、切れちゃう、羽切れちゃう、羽取れちゃうよ、剥げちゃうよ。別れの時、別れの時か、行くのか、行くのか。行くのか、行った、ありがとう、ありがとう。